ははい、えー、皆さんこんこにちナシャリサーチの和田です、えー、今回はです、ね、10月10日から始まりますキャッシュバックキャンペーン、こちらのですね対象通貨となっています、今回、南アフリカランド円ですね、こちらの現,状現在の動向についてお話し,していきたいと思います。今、10月4日のですね3時47分ぐらいです、ね、に時刻はなっています。 はい、それではですね、ちょっとですね南アフリカの方を振り返ってみたいと思うんですけども、南アフリカなんと、なかなか皆さんですね行ったことがない通貨なんですね。まあ、ですから、非常に馴染みがないというところであるんですけれども、ただ、FX のですね、 取引では非常にメキシコペス円と並びまして、高金利通貨としてですねやはり位置づけられているというところで、やはりこのレバレッジを低くした中で、ですねやはりスワップなんかを取っていくというような取引も非常に多くなっているというところです。こちら、ですね鉄鉱石とあとでお話し,しますけれども、プラチナ価格ですとか鉄鉱石など、まあ、こういった価格のですね動向にも左右されるということもありまして、非常にです、ね、まあ面白い通貨であることには間違いないというところです。まあ、ちょっとです、ね 今の現状がですねどのような位置関係になるのか、ですねやはりこちらも南アフリカランド円のチャートを見ながら見ていきたいと思います。はい、こちら見てもらってますが、今ですねこのチャートで表示できる限りのですね今チャ日足の,のチャートを今出してきてますけれども、南アフリカランド、ですねこちら直近の安値が分かりますね。2020年の4月に5円の61銭というですね一番の安値をつけたんですけれども、そこからはずっと 買いい戻ししの動きという形となりましたそして昨年は7円の20銭から8円の間で少しですねやはりこの値動きなかったんですけれども今年に入りましてやはり黒線全般的にですねドル円がこれだけ歴史的にですね上昇してきてくる中で黒線もですねやはりまた値を上げてくるという形なんですね。で今現在ただメキ先ほどのメキシコペソの中と違いましてグンクンとメキシコペソのですね海洋因が非常に強く 上がっていくというような形ではなくて、南アフリカランドの開業員がかなり多くあるから上がっているというわけではなくて、ですね基本的にはドル円の上昇等があって、えー、上がってきていると、まあ、ですから上昇もなかなかですね、えー、大きくなものにはなっていないというところですね、8円の当選から8円のこの80銭あたりのところ、えー、こちらでの今、レンジの取引になっているということがですねわ、えー、かるんじゃないかなというふうに思います。今直近ではです、ね、9月の13日 3日ですね、ここのところですけれども、9月13日、ここのところですね、8円の38銭。で、この今、長いレンジの中で見てますけれども、今年6月の9日、8円の81銭というですね、高値があります。で、ちょっとですね、こちらですね、もう少し直近のところを見てみましょうか、こんな形なんですね、見てください。 今、一番このもみ合いの時期に入っているのわかりますね。で、このもみ合いの中で6月9日の高値8円の81銭、そしてもみ合いの中の安値が 8, 円8月3日の安値ですね、7円の85銭というところ、この1円の間でですね、かなり神経質な展開ですね、ドル円がうわーっとこう上がってきているにもかかわらず、ですね、ランド円だけ見ますとなかなかです、ね、トレンドがないということわかりますね。まあ、いわゆる、えー、まあ結局はですね南アクリカランドの そんなない,いもですねあまり出てきてきと要するにドルランドですね、タイドルでですねやはりランドがかなり売られていると、一方でドル円はですねかなり上がってきてますので、それが操作されてしまっているような状況ですね。ですから、チャート的にはランド円のチャート的にはもみ合いのレンジ相場だと、こんな形になるわけです。それではですねこの直近のですね分析をする前に、歴史的なですね少し長めのチャートをまた見ていきたいと思います。 はいえー、南アフリカランド円ですね、これも1998年ぐらいからのですねかなり長めのチャート、これもまたトレーディングビューというところからのです、ね、チャートを取ってきてるんですけれども、見てください、ずっと26円とか28円のところからかなりですね、えー、下落をしてきました、そして先ほども話していますように、2020年の4月に5円の6 0銭というところまで,ですね大幅な下落となったんですが、この下落トレンドが上昇トレンドに今ですね、 転換できるのかどうか、こういったところ、ですね歴史的には今、状況にあるというところですね。 で、ずっとこの下落局面にあって、2020年の4月に5円の61銭の安値をつけて、そしてですね、そこからは今、上昇局面になるんですけれども、やはり本格的な上昇になるかどうかということに関しては、ここのところでしょうね、最初のこの山を抜けてこないと、チャート的には上昇に転じたというふうにはです、ね、言えないですね、ここの手前でまた頭打ちになる可能性もあるわけですから、そういった意味でも、ですね、この2018年のこの線引いたところ、2月。 9円の29銭という高値がありますね。ここの高値を抜けてきて10円台2桁に戻すようですと、やはり本格的に買い戻し度というかです、ね、ランド円の上昇の、えー、長期的なです、ね、上昇局面に入ったと言ってもおかしくないと、こういう状況になるわけです。ですから、ちょっとやはりです、ね、こちら、ランド円に関しては、 まだまだですね、抜けきれてないということがですね、この長いチャートからもわかるというところですね。で、ここを抜けましても、ここを見てください、2013年の4月、ここになります。2013年の4月に11円の24銭というですね、ここまた高値があるんですけれども、本格的に戻れるという意味では、やはりここの2013年の4月の11円の24銭あたり、ここも抜けてこないとですね、なかなかですね、トレンドとしては発生できないと、トレンドとしてはですね、方向性が出てこないと、まあ、こういった状況。 今日ですね、まあ、非常にこの歴史的な流れを見ますと、今の現在の位置関係というところですね、非常に分かりやすいということがですね、わかると思います。それでは先ほどのチャートの方に戻ります。はい、えー、先ほどのですね、チャート直近のところのですね、チャートに戻ってきてますけれども、今、 直近のところ、こちら見てください、この直近の高値が9月の13日ですね、こちら8円の38銭という高値をつけて、その後また下押しをしているというところなんですけれども、まあ、昨日一昨日とですねまた少し戻してきているというところですね、やはりですねこのイギリス政府が大型のですね減税,減税案、こちらをですね1回なしにしたと。 いうところで作り直すということをですね確認しましたねそれを確認した中で世界中株価が大幅な上昇となっているというところなんですけれども非常にリスクオフとかリスクオンって言った動きにですね南アフリカランドまあ汚染通貨なんかもよく影響されますけれども南アフリカランドもそういった意味ではリスクオフとかリスクオンといった動きにですね左右されやすいという形になっているわけですですから昨日もですね大幅な上昇そして本日の大幅な上昇になっているんですけど 一目の雲を入ったり出たりしていたんですが、今、雲の中に直近では入ってきている状況。雲の下限が8円の丸8銭、雲の上限が8円の23銭ですね。こういったところが今、直近ではメドになってきていると。そして、この雲の上限の8円の23銭たりを抜けてきますと、この9月13日の8円の3 8銭たりをまた目指すような展開になってもおかしくない。そして、ここを抜けてくるようですと、6月9日、これまでの 今、直近の一番のレンジ相場、ここのところですね、長いレンジ相場が6月から続いてますけれども、6月の8円の81銭、そして8月3日の7円の85銭という、ですねこのレンジの中で今やってるんですけれども、この上値のですね 6, 円の6月9日の8円の8 1銭を目指す展開になってもおかしくないと、そのためには、ちょっとですねやはりリスクオン的に世界的にです、ね、株価が急上昇が続くとか、こういった動きにならないとなかなかですね狙えないというところです。 で実はですねこう、南アフリカというのは、実はです、ね、国内要因が非常にこう複雑ですね、まあ、まあよくわからないというようなです、ね、ことが正直なところなんですけれども、ちょっとまとめてみました。 こちら、南アフリランドをですねやる上えで、まあ、一番この動く要因ですね、こういったところをですね簡単にまとめています。でまあ、こちら、ですね全通貨に関係することですけども、やはり今、ですね利上げが行われている中で、利上げがどのような幅が行えるのか、どのようなスピードで行われるのか、こういったところもですねやはり見ていかなければいけないというところですね。こちら先週もですね えー、SARB という南アフリカの準備銀行、中央銀行に当たるんですけれども、0.75%の利上げをですね、えーえー、0.75%、えー、のですね、0.75%ですか、あの利上げを行っています。で、えー、こちらですけれども、こちらのですね利上げがまた続くのかどうかですね、こういったところもやはりポイントになってくるというところですし、その後ですね、 またこれが続いていくのかというところですね、やはり南アフリカ、CPI もですね今、7.6%と、8月の数字もですね出ていまして、こちらもかなり高い。 インフレが続いているというところですから、こちらが収まるかどうかですね、こういったところも重要、そして南アフリカ特有なんですけども、鉄鉱石、特にプラチナですね、ダイヤモンドですとかプラチナ、こういったところの動向がかなりですね、重要視されていますので、こちらの動向、プラチナ価格が上がると、やはり南アフリカランドも変わりやすくなると。 こういった状況です。そして国内の政情不安ですね、もうこれは常に恒常的にですね、国内の成長不安というのが非常に問題視されてますから、やはり情報が少ない中で、ですね、やはりラン度のポジションを持ったかぎりは見ていかないといけないというところ。 そして最近はもう特に今年に入ってからもですね、えー、深刻なんですけれども、電力不足ですね、こちらに関しては相当深刻な電力不足がついていまして、計画的なですね、えー、停電を行ったりとかいうことを行ってますので、なかなか経済がですね上向いていかないと、まあ、こういうような形になっているわけです。そして先ほどからもお話し,してますように、世界的な株価の上昇や下落、リスクオンですとかリスクオフの影響ですねやはり受けやすいと。 こういうようなですね状況になっているわけですので、まあ、こういったことも、ですね世界的な経済状況も鑑みながら、やはりやっていかなければいけないというところでしょう。まあ、基本的には高金利通貨としてのですねレバレッジを低くした中での長期的な投資というのが、やはり向いている通貨には変わりはないというところです。 はいそれではですね残りの通貨としましては、あとオセアニア通貨ですね、この後はお話ししていきたいと思います。オセアナや通貨のオーストラリアドルですね、こちらについてお話をしていきます。